はい、上下の前歯ですね、成立させていただきました。前歯ですね、まず八重歯の部分ですね、大きく上に生えてた八重歯左右2本はこちらも抜歯をさせていただいて、あと内側に入った歯に関しても形を整えてしっかり前に出してくれます。で、抜歯をしているので、まあ、奥ですね、4番目からの前のかけてのブリッジという形ですね。反対側も4番目から前のブリッジという形にさせてもらっています。前ですね、傾きのあった前の歯もしっかりまっすぐにして入ってください。で奥の歯からですね反対側にかけて下の歯もガタつきがあった分をしっかり綺麗に整えてですね歯並びを作ってます。噛んでください。今後ねお顔のバランスなどと合わせて歯の形の最終調整をさせていただいて、形が決まって少し傷が治りしてですね最終のセラミックの型取りに入っていきたいと思います。はい、完成をお楽しみに。